種崎敦美さん、スパイファミリーの夜役でオーディションを受けていたところ、アーニャ役がどうしてもやりたいとゴリ押しして、アーニャ役のオーディションも受けさせてもらって、見事合格を勝ち取ったそうです。ちなみに、薬屋の独り言の玉用品。それでは今日から私の次女になってもらいます。マオマオのおかげで助かったわ。魔法使いの嫁の知性。エリアス、出会った時、あなたはどうして私をお嫁さんにするつもりだなんて言ったんですか？青豚の双葉リオ。それで聞きたいことって？視力が心配なら眼科に行けば。さすがあずさ川、豚野郎だね。全部もう全部種崎敦美さんが演じられているということです。信じられません。